ですけど、やっぱり海ってことでね、はいはい、サーフィン自信満々ってサーフィンって言いましたけど今。でもこれは懐かしいキャラクターとかもやっぱり出てくると、ね、皆さん嬉しい方すごいいらっしゃいますよね、はい、そうですね、今回ファンタシースターオンラインからも新しく、オルガフローとかそういうかなり有名なボスなんかを入れたりもしてますので、ファンタシースターオンライン10周年記念作品としてもかなり楽しんでもらえると思います。これは楽しみがたくさんありますよ。そうだ、あの佐藤さん、はい、なんか新しい技みたいなのってないんですか。新しい技、技そうですね、技見てみたいですね。じゃあ、はい、さっきのですね、カロリーメイトを使って、はい、ちょっと新しい技をお見せしたいと思いますけど、じゃあこの次のとこに行ってから。はい、わかりました、はい、そうですね、ちょっとずつ出していかないとね、はい、おはい、かわいいな。じゃあ次に直前にちょっとですね、カロリーメイトを食べてみます。はい、食べるになってるんですね、うん、これ普通使うになってるんですけど、カロリーメイトだけは食べるになってます。細かい、はい、食べました。はい、これブラストゲージがマックスになってるの分かると思いますけども、はい、ここで、デューマンの新しい技です。インフィニティブラストを使ってみます。なんか武器がなくなりましたよ、はい、はい、すごい強い、一瞬にして倒しちゃいます。はい、これインフィニティブラストはチャージ攻撃もできますんで、はい、はい、結構強いですね。わあ、すごい。これはどれぐらい続くんですか。そうですね、チャージ、チェイン攻撃を、続けることによって変身時間が伸びるっていう効果もあるんで、はい、チェインを続けていくとどん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 変身時間が伸びていきますね。また強そうなのが出てきたので、これチャージ攻撃でドバーンと、はい、あ、やられちゃいましたけど、いやいやいや、やりませんでしたね、はい、こういう感じで、これは強いですね、この技は、はい、結構強いかもしれないね、はい、あ、鮮やか、はい、こんな感じで進めておりまして、最後に、はい、ちょっとこれ携帯入力の、はい、新しいシステムなんですけど、はい、高い高い、はい、はい、高いですです、はい、こんな感じで、なるほど、結構今までよりも早く打てるようになると思いますので、インターネットマルチモードにはビジュアルロビーもありますんでね、はいはい、かなりチャットでコミュニケーションするのも楽になるんじゃないかなと思います。あ、嬉しいですね、はい、という感じで、はい、ボスの前に来ましたけども、はい、来ましたけど、今日はこの辺にしといてやるわ、はい、ボスに行く前にこの辺で終了な感じでいいですか、酒井さん、はい、さあ残念ですけれども、あとはですね、皆様ぜひご自分でプレイしたときに楽しんでいただきたいなと思います、はい、さあこのようにたくさんのねプレイ方法、そして武器とかご紹介いただいたんですけれども、はい、楽しく進めてまいりましたが、酒井さん、はい、実はですねそろそろお時間のようなんですよ。お時間ですか。そうなんです、はい、もっとねいろいろ聞きたいし見たいなと思う方いらっしゃるかと思うんですけれども、はい、最後にですね、酒井さん、ファンタシースターポータブルツインフィニティの販売に向けて今、はい、どのような心境か皆様に教えてください。はい、そうですね、発売日の方もですね、2月24日ということに決まりまして、開発の方もかなり佳境に入ってます、予約特典の方がですね昨日発表されたんですけども、はい、出ますかね、はい、こちらですね、3大特典付きのプロダクトコードの書かれたカードがプレゼントされます。この右上の方にあるやつですね、はい、特典が、ね、3つありまして、1つ目が、今回のパッケージビジュアルにもありますディラブレイバスという、ウォーボスと戦う絆ミッションのミッションコード、そして、特典2がですね、キャラクターの、新しい新種族のデューマン、こちらが持ってますメインウェポンのメネシスクルス、そしてフォルトゥナ、これはですね、持っているプレイヤーがいると、プレイヤーの力がアップするっていうですね効果がついてたりとかしますね。
そして、特典3がですね、ファンタシースターオンライン10周年記念ということで、伝説のキャラクターでありますレッドリングリコと、ヒースクリフ・フローエンの、スーツを、プレゼントをします。素晴らしい、はい、これ服とパーツ両方入ってますのでね、3つとも予約特典でしか、入手ができませんので、うん、ぜひ皆さん店頭で予約をお願いします。これあれですもんね、絆ミッションできなかったら、はい、この応募と戦った時にもらえる素材で武器とか作れないですもんね。そうですね、そうですよね。皆さんこれお見逃しのないように、はい、予約忘れないで行っていただきたいなと思うんですけれども、はい、そしてもう一つ、今日だけの大発表ですけども、ファンの皆さんに感謝を込めまして、昨日もちょっと前振りしたんですけども、ファンタシースターポータブル2インフィニティ、全国ファン感謝祭2011を、今回はインフィニティグランプリという名称で、はい、全国大会を開催することが、早くも決定しました。決定しました。みんな参加したいですか？おー、すごい、はい。まあ、前作をはるかにしのぐ、規模と内容を企画中ですので、皆さん絆を深めてですね、ぜひ参加していただきたいなと思います。はい、さあ皆様にはたまらない電撃発表がございましたけれども、はい、この今後の、ね、続報をお待ちいただきたいなと思います。はい、さあではですね、最後に皆様にメッセージお願いいたします。はい、ファンタシスターポータブル2インフィニティではですね、携帯機の限界を超えて単なる進化を超えた無限に遊べる RPG として、ファンタシスターオンライン10周年記念作品として絶対に楽しめるものになっていると思います。まずはこちらを遊びつつ、ファンタシスターオンライン2の情報を楽しみにしていてください。そして、ファンタシスターオンライン2の方も皆さんの10年分の期待を、感じつつ新しいオンライン RPG の形を見せることができるように、一層頑張って制作していきたいと思います。10周年ですけども、ロゴの方にもあんま出てないですけどありますとおり、これからの10年に向けて、さらに進んでいくファンタシスターシリーズにどうかご期待ください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。酒井さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さあそしてですね、ステージ終了後なんですけれども、皆様このステージ前におきまして、酒井さんのサインご希望の方はこちら右手、向かって右手ですね、酒井さんのサイン会を行ってまいりましたので、向かって右手側ファンタシースターポータブル2インフィニティのコーナーの、はい、こちらです。今